メダイズをこの模型で示していただきました。整備計画からですね、具体的に進んでいるということを肌で感じることができました。ならなくてよかったっていう意思ができたら、一人でもまたやっぱり帰ろうっていうことがしてくれるんじゃないかなっていうふうに思い、この町で生きていることの素晴らしさを実感しながら、この町への思いをですね、発信していただくことが町の復興の原動力になっていくのではないかと思います。被災者の思いをよく汲み取っていただいて、お話を聞いていただいたので、とてもいい機会だったなと思っております。どうぞ。少しでもね、前に進めるのであれば前に進んでいきたいなと思ってやっていきたいと思います。少しでも前向きになれるようにここはオープンしております。夜電気上がりがついたということはほっとしたと、その言葉が私は何よりも一番嬉しい言葉です。まさに皆さんが私は希望の明かりなんだろうと思います。その希望の明かりが明るさと燃えていればですね、私も帰ろうという声がどんどん出てきて、それによってまた新たな仕事も出てくると、こういう好循環をですね、皆さんと共に作っていきたいと、こう思います。福島の復興法なくして東北の復興はない、東北の復興なくして日本の再生はない。安倍内閣の基本方針のもとに、住民の皆様の気持ちに寄り添い復興を進めていく考えであります。